The chest on the way. Now why would you need to give me all these escape gates? Pick 37 first. Don't drop down the ledge here as it takes you to return to the same elevator to 39. Oh. Go south for a chest. For the bishop disc. And go down. Excuse me. Then head straight. Climb the far eastern elevator to 39. Then go west. Now go down 36. There we go. 37. There are two chests in the air. Come on. Gotta get both chests. From the south elevator. Good. And then someone just called me. Careful not to drop down the switchways. Leave this section. Turn to the elevator and go up to 39. Then follow the linear path south. Way up to 40. I just want to hit stuff real quick. Hey, Eximon. Hi, Eximon. How are you doing? Yeah? Excuse me. Okay, go north and examine the left. Oh yeah, I left the because I went into the Digilab to test the eliminate. And that was very interesting. Digimon. Those Digimon. Okay, 49.
ignoring the accent? Oh, they want you to grab the chest, then grab it. The parents say then take the center elevator to the roof. Going to the roof, folks. Made it. I feel like we're making good time now. Yo, kita na. Yatsu nara mada juden chuu da. Mantan ni natta ra kutte yarou to omotte matte iru tokoro sa. Iya, chigau na. Honto wa omae ga kuru no o matte tan da yo. Omoidashitan daro? Ano toki no koto.笑えるよな。俺超ダセーでやんの。お前らを守るとか言ってさ。本当はただビビってたんだよ。ビビってさ、あいつをさ見捨てちまったんだ。あ、あなたさん。お前あの時ユーゴを助けようとしてたよな。ありがとな。 俺の親友のためにさ。けどよ、悪いな。それ、俺の役目なんだ。ようやく、そいつが果たせるとこまで来たんだ。そのために、食って、食って、食いまくって、俺は、力を手に入れたんだ。だから、 What the heck? Oh god, go back in. That's just creepy.俺の過去を忘れてくれ。そんで、もう一度やり直させてくれ。俺の惨めな姿を見ないでくれ。頼むよ。友達だろ。だからさ、お前の力を俺にくれ。 You can't even see it to his what he has on him because he's so tall. Takes no sense. Up! Up! Hold on, hold on. Quiero. Oh, wow. That just happened.
There it is.何を躊躇する？不安なのか？自分一人でできるのか？自分の声が届くのかと。あまり自分と彼を見損なうな。必ず届くさ。なぜなら君たちは友なのだろう。 Excuse me. Zoop. And we're going in. Hi. 何しに来やがった？まだ俺のみっともねえ姿を見足りねえのか？お前はすげえよな。いつだって。 まっすぐに正しいことができるんだ。でもな、俺はそうじゃねえんだよ。なりふり構ってたら何にもできねえ。またダチを助けられずに終わるんだ。かっこ悪い。バカだよな。電脳世界だから。 現実じゃないから、ユーゴはきっと無事だ。そんなわけねえって、あの光景を最後まで見てた俺が一番わかってたのにな。スエドを恨むぜ。こんな大事なこと、人のせいにすんのもみっともねえな。<笑>どんなことがあっても。 忘れちゃいけなかったんだ。ユーゴを置いて逃げるって決めたのは俺だ。うるさい！俺に構うな！説教も慰めも聞きたくねえ！他にどうすればよかったって言うんだよ！なんか方法があったか！ 俺みたいなガキがスエドのような天才にかなうわけねえ。尻尾振ってても力が欲しかったんだ。ユーゴを救うのに他にどうすればよかったんだよ。こんなざまでどの面下げてお前らに会えば帰れねえよ。 Wow. Honestly, that scene looks so much better as of when you play a female. Can I just have that punch? I kind of want to just have that punch looped like 20 times in a video. Oh my god! They actually put this in a. Give it a rest. No, keep going! <笑>余計なことしやがって、なんなんだよ、お前意味わかんねえんだよ、なんとか言えよ。は？お前それ。
なんともないって今体が。あ、あれ。ま、間に合わなかった。いや。ヘイ、オムタ。みんなのアイドル、アッキーノだよ。で、ちょちょっち遅刻しちゃってるかもな感じ。やらかしちゃった。ぜひ。急げ、ロキア。了解。オメガモン。みんな準備はいい？イエーイ。バッチコイ。いつでもどうぞ。そんじゃ、いっちゃえ。Did it? She reunited. She united all the tank, all the hackers. Yay! 大成功！このまま作るか？に絞り尽くしちゃえ！やりましたね、ノキアさん。うん、やっちゃったよ、ゆうこっち。Have a present. ご褒美ちょうだい。でも通信で指示するだけなら私たちと合流する必要はなかったのでは？あ？もしくは準備が整った時点で私たちに通信をくれたら。うん。あれ？でも作戦会議で？ねえ。おめ。あれ？どうして黙り込んじゃってるのかな。ねえ、作戦会議で私たちも駆けつけてくれ。あ、あー、なるほど、あ、そっち系でしたか。あ、てか、あっち系？それともこっち系？ She's trying to get out of... ロキア、謝罪しよう。うん、ごめんなさい、暴走しちゃった。ヒヒ。やっぱりお前らバカだ、つうかアホだ。この状況でよくそんなアホみてえな会話。ダメだ、我慢。Excuse me. Jeez. あ、新田さん、新田が壊れた。うっせえ、ほとんどおめえのせいだっつーな。なんか吹っ切れちまった。そうだよな、初めっからこいつらみたいなアホを信じてりゃよかったんだよな。何事だ、我の力が失われているだと。人間ごときがロードナイトの我が策を阻んだというのか。ドゥフトモン、もはやお前の計略はついえた。貴様何者だ。我が名はアルファモン。アルファモン
だと？なんと伝説の13番目のロイヤルナイツ。だわ。まさか。The legendary 13. 実在していたとは。Yeah, they say that Alphamon is like a hermit. He doesn't really show up. He never shows up barely. Only when it's like last resort. And that's what this is. 何故今更姿を現した。しかも我が敵として。私はロイヤルナイツの抑止力として存在する。I exist to control. ロイヤルナイツの暴走を止めることが私の存在理由だ。暴走だと？人間世界を消滅させデジタルワールドを守ることは。なるほど。だが私を人間世界に送り出したのもまたイグドラシルの意志。バカな。イグドラシルの意志が我を阻もうはずはない。貴様が選定者であるならば正しい選択をなせ。イーターが世界を滅ぼすほどの脅威となった元凶は全て未熟で愚かな人間の所業。いわば奴らは自らの愚行により自滅するに他ならない。何を勝手な愚かさ。それは人間の一面に過ぎない。私は人間の彼らの成長を見届けてきた。故に彼らを信じよう。ならば不毛な問答はいらぬ。どちらもイグドラシルの意志だとするならば我々の対立もまたイグドラシルの意志なるもの。つまり勝ち残った者こそ正義。That's not how this works. 真のイグドラシルの意志だ。愚かな。愚か者は選択を誤った貴様よ。残念だ。ようやく最後の同胞に会えた時が別れの時だとはな。我が力のひとしずくを奪ったごときで我をドゥストム石死にして最強の獅子。準備はいいか、ワトソン君。行こう。仕事の時間だ。It's over. イグドラシルの真意は。He's a data.And I have 3 viruses. One of which can destroy him. Funny how I was worried about my health and then all of a sudden, heal! That's game! Wow! One shot! これが破れるとはな。唯一無二の正義がここについえた。そうだ、滅びこそイグドラシルの意志。この時真の意志を我は悟った。イグドラシルの意志とは現実世界のみならずデジタルワールドの滅びをも望むもの。我がここで滅するのは何よりの証。
あまねく世界よ、いざ滅び、我のように塵も残さず消え去るのだ。Truly is insane. I can't believe that's one of the royal knights. これで敵対するロイヤルナイツはいなくなった。あとはデジタルワールドから流れ込んだ大量のイーターをどうにかすることができれば。じゃあ片っ端からやっつけちゃう？なんたってここに伝説のロイヤルナイツがいるんだもん。伝説的な力で伝説的になんとかなるかも。いや、それでは時間がかかりすぎる。そんじゃあいつの手を借りるしかねえかもな。そういうことです。スエド。いやいや、皆さんお揃いのようですね。おや、アルタ君、進化を諦めてしまったのですか。俺はこいつらを信じる。もうあんたの口車には乗らない。そうですか。まあそれもいいでしょう。あんたがここに現れたってことは何か手があるってことだよな。さすが新田君、察しがよろしい。では早速ご説明しましょう。この破滅的な状況を打破するには、東京中にはびこったイーターをまとめてデジタルワールドへ送り返すしかありません。今一度デジタルラインにプールしたデジタルウェーブを放出し、次元の扉を開きます。その際、周辺のイーターを全て呼び集め、扉の中へ誘導しましょう。幸いデジタルラインはすでに冷気状態です。皆さんいつでも実行可能ですよ。バカだ。それでは今度こそデジタルワールドが滅んでしまう。そんなのダメに決まってるじゃん。もちろんそんなことはさせません。我々の進化の道が閉ざされてしまいますからね。イーターに本体とも言うべき存在があることをご存知ですか。イーターの本体。それこそがマザーイーター。これを排除できれば連鎖的に全てのイーターは消滅する。マザーイーターはどこにいる。デジタルワールドの最深部、イグドラシルのコアです。あなた方の世界の創造主とも呼ぶべきホストコンピューター、イグドラシルはマザーイーターの侵食を受け、機能の大部分を損ねてしまっています。あなた方ロイヤルナイツがたもとを分かってしまったのもそれが原因かもしれませんね。待て、そいつの居場所が判明しているなら、イグドラシルの元へ直ちに向かい取り除けばいい。イーターを送り返すような真似がなぜ必要なんだ。残念ながら闇雲に突入しただけではイグドラシルに近づくことはできません。大規模な機能不全はイグドラシルのセキュリティ制御にも及んでいます。近づく者が敵か味方か、まともに判定可能か怪しい。おそらく我々がデジタルワールドへと侵入した瞬間、バグとして処分されてしまうでしょう。ですがマザーイーターの一部であるイーターならば話は別。私お手製のプログラムを仕込んだイーターを大量にマザーイーターの元へと送り込み、イグドラシルに取り付かせ、セキュリティ機能を一時的に抑制します。その隙にマザーイーターを排除する。話の筋は通っているか。この方法以外に2つの世界からイーターの脅威を消し去る術はありません。
なんかよくわからないけど、やるしかないんだよね。そのようですね。と、この作戦を実行するにあたり、ロイヤルナイツの方々に一つ、次元の扉はすぐにでも開くことができるのですが、開いた状態を維持するにはデジタルラインに現存するデジタルウェーブの蓄積量では一切。そこでイーターをデジタルワールドに誘導し、マザーイーターを排除するまでの間、扉、その役目僕たちが引き受けましょう。マヌラモン、みんな、これは心強い。では新しい時代、新世界への扉を開きましょう。というわけで、ささっとデジタルラインを調整しちゃいます。あなた、ゆうこさん、手伝ってもらえますかね。ああ、ついでにアキーノさんに。え、あたしもっていうか、ついでって何。いやはや、デジタルラインをハッキングしたお手並み、なかなかどうして。なかなかなもので。それでは皆々様方、よろしくお願いいたします。さて、それでは早速、Oh, we're doing this again. では、飛び込みましょう。わかった。内側から押し広げればいいんだね。無茶っぽいけど、やるしかない。うまくいったみてえだな。イーターが送り返されていく。Why couldn't you open a door to another dimension? Not the digital world, but someplace else, random. 扉は開きました。Like a void space or something. It just sucks all the eaters there, where it's empty. So they can't feed and probably die off. Probably eat each other. I mean, that would take care of the current ones, and then just go to the digital world to take care of the core, the mother one. 一つ聞いておこう。はいはい、何でしょう。マザーイーターを排除するしかないと言ったが、排除する確かな方法はあるのか。いやいや、説明していませんでしたかね。無論方法はありますとも。マザーイーターの中に囚われている異物、神城雄吾君の精神データを取り除くのです。そもそもイーターは人間など生命体のデータを捕食する存在ではなかったと思われます。しかし雄吾君を捕食したことで、その食性が変わってしまった。初めて人間の精神データを取り込んだことで、イーターは現在の性質を手に入れた。そう、その進化の契機となった彼の精神データをイーターは今も保護している。それも自分たちの中枢に、大事に大事にです。まさか兄さんが言っていたイーターに囚われている場所って、マザーイーターってやつの中？うん、結果彼はある種のコアのような役割を担っています。私の理論に照らし合わせるなら、彼を取り除いた時、とても興味深い現象が起きるのです。科学的なプログラムの書き換え、時間の逆行現象です。
イーターの記憶統合ネットワークは我々の理解や想像、概念を超越したシステムなのですよ。彼らは常に情報を共有し、常に取捨選択を行っているが、そのありとあらゆる瞬間を全て記憶している。そこに容量の限界や時間的概念は存在しない。ただ記憶するのです。そんなことありえないとお思いですか。ではあなた方が近頃体験した8年前のエデンやデジタルワールドでの出来事はどうです。あれはイーターの記憶からロードナイトモンがダウンロードし仮想現実として再現したものなのです。まあ陰湿なトラップとしてのアレンジは多分に加えられていましたが。なぜだ。お前はなぜそこまで知っている。いや、実は私今やイーターの一部なんです。 What? といっても彼らのネットワークに特別な権限でアクセスしているだけですがね。あんたの手品の種はそれか。クラッキングと手口は同じです。やろうと思えば君にも可能なのですよ、アラタ君。マジかよ。アラタさんにできるなら私にもできるってことですね。もちろんですとも。誰にでも可能性はある。だが人間はその可能性を本能的に拒絶している。あなた方も例外ではない。一度イーターに取り込まれながら無限の可能性に気づけなかったのはそのためです。とこの話はまたの機会にしましょう。長くなりますので。とにかく現在の形態へと進化する契機となった鍵データが記憶から消失したならば、信頼できる確率でイーターはユーゴ君の精神データを捕食する以前、8年前の状態まで時間を巻き戻すはず。現在は起こり得なかった未来へと変化し、確かな過去が現在にとって変わるのです。スタジオの京子さん、どうぞ。デジタルの世界では十分に起こりうる事象だ。そして今現実世界は電脳世界と同化している。どのような奇跡が起きても不思議はない。まさしく Cutscene's kinda long。 イーターに時間逆行現象が起きれば、接続している電脳世界を通して現実世界にも何かしらの影響が見られるでしょう。Can we move this along? つーか、待てよ。こいつもユーゴも元の体に戻れるってことだよな。
I think he forgot. 何か斜め上っていうか想像もしてなかった気ば。この際何だってありだろう。遊具を助け出してみんな元に戻る。大団円ハッピーエンドだ。斜め上どころかこの上ないほどの希望的観測ですが、何もしないで待っているのは嫌。またうん決まり。ではお先に失礼。さて我々も続こう。どうしました？現在のデジタルワールドは相当危険な状態にある。時間に余裕はないが、拙速に過ぎてことを子孫じては元もやり残したことはないか。あるなら侵入前に済ませておきたい。準備を整えてからデジタルワールドへ向かうぞ。Oh, you got quite a bit of things to do right now. There we go. Pop quiz. Digivice. Okay, first of all, wow.Yo, I'm supposed to talk to Alpha. Back to the office.If I ever need to go back, I can talk to her. Wow. There are a few side cases. There's all the way. Side cases. Oh, thanks. Dream of the Sky. Okay. Going to Shinjuku.Where are you? What are you up to right now? Play something for you. I want your Digimon to spar off with my V-mon. Oh, hey, that's it. That's it. Okay.Shinjuku. And we're gonna be fighting at backstage. My day does. Yeah, day does. Oh, where is this? Go north.
Minna, ikku yo. That whole conversation didn't even make sense. Oh yeah, her challenge. Broken sleep. Noisy. Fighting you. Look at UFO! Never mind. We're good. Dang. Oh, you must have high defense or something. Whoa! Yep, that's what it is. He has high defense. Only magic can really damage him. I've actually never seen these cutscenes.
these because once I got the trap, once I got the 19, I think I just grinded a little bit, messed around, and then freaking was like, okay, let's beat the game. I've got things to do. Well, that's the first time I've ever seen that weirdness. I'm a famous expert at making Digimon medicine. We know. Don't remind us, Datamon. Rest time. Maybe we can just keep. Alright, we're going back to the Central Hospital. Again. I've introduced myself 3 times now. Well, I always introduce myself this. There it is. It's a deadly new disease. Go east. Minna, iku yo. Oh. Minna, isoide. I forgot to turn on the witch pod. There we go. Now it's on. Oh wait, I took the wrong one. There it goes south. Hey, Rust. Ow.
What? Now that would be a smart idea. And that's it for that one. Two faces. My Digimon is out of control in this world and won't leave the humans alone and bring it back. Don't you worry. Where's that? Oh, he's in the digital shift gate. Oh, I have to go to, okay, I gotta go to a different area. I was sitting here wondering, what? How does this work? I had to go here. Setting up for battle later.